クラッシュアンダー70キログラム初代王座決定トーナメント準決勝第1試合です。 K1 ルール、こちらが松倉慎太郎、対して右側山内優太郎です。今両者グローブを合わせてそれぞれのコーナーに戻っていきました。ほとんど表情は変わりません。3分3ラウンド延長1ラウンド制、今ゴングです。さあ決勝進出はどちらかという大切な大切な戦い、解説はおなじみ格闘技ウェブマガジン GBR 中村匠さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ赤いトランクス山内が33歳、そこにローキックを打ち込んでいったのが19歳松倉という対戦になりましたね。そうですね、あの本当に勢いに乗ってこのトーナメントに出てきた松倉選手と、まあ、あのいろんな紆余曲折あって、まあ、ここまでなんとか勝ち上がってきた山内選手という、こうすごくこう好対照な2人の試合になったなと思いますね。いや、そうですよね。開始直後ローブローがありましたが山内大丈夫なようです。早いローキックは松倉、白いトランクス、松倉を中心にこれは山内が回って試合を作っていくようですね。そうですね、まあ、山内選手としては、まあ、1ラウンドはそんなにこう飛ばさずというか、まずはしっかり距離を取りながら、まあ、自分の攻撃に対して相手がどういう反応を見せるのか、そういうのをちょっと見ながら戦っているような印象がありますね。なるほどね。今これ手足を触覚として探っているような形、はい、そうですね、あの1回戦の那城選手との試合もあのそんなに1ラウンドから激しいコンタクトがある試合ではなかったんですけど、まあ、その中でトータル、まあ、3ラウンドだったり延長ラウンドまで含めて試合を組み立てて勝ったっていうケースもありますから、はい、まあ、山内選手はまずそういう、まあ、組み立ての段階で、まあ、このラウンドを過ごそうという感じもあるんじゃないですかね、もしかしたら。さあそんな中で中村さん、今これはそのもっと攻撃をという口頭での注意があったようですね。ですね、はい、まあ、ちょっとお互いほとんど攻撃が出なくて距離取ってるだけの展開だったので、はい、そんな中で松倉がローキック何発か当て込んでいます。いや、しかしローキックといえばその山内の1回戦那城雄二戦がリベンジマッチだったんですけれども、はい、その足元への蹴り冴えましたよね。そうですね、まあ、あの一発一発そんなにこう重い蹴りではないんですけど、タイミングよくあのカットできないところにしっかり蹴って、それ最終的に引かせて勝ったので、なんか本当にあのローもベテランの味というか、はい、そういう印象が残りましたね。一口にローキックといってもさまざまな引き出しを持っている山内に対して、これ松倉がもう全く1回戦山本優也戦同様、はい、臆するところはないですね。そうですね、あの、まあ、このラウンドも先に自分からプレッシャーかけて前に出ているのは松倉選手ですし、はい、まあ、本当にあの1回戦の山本優也選手勝ったっていうのはすごく自分にとっても自信になっていると思いますね。そうでしょうね、はい、なんといっても優勝候補筆頭でした、山本優也を下した、あの力強い膝でのダウンを奪ったシーン印象的です。あの同門の中島裕樹選手がまた勝ち上がっているんですけれども、はい、そのヨシとの試合で膝で中島選手勝利しましたけれども ね、ちょうどあれを真似して出した膝蹴りだって自分でも振り返ってましたからね。いや、驚かされます。精神的にももう飲んでかかる、そんなところが見えました。第1ラウンドの松倉、第2ラウンドです。今3分間がスタート、ここも、あ、今中心の松倉がパンチを返していく、あのスーパーマンパンチのように山内が入ってきました。そうですね、まあ、いきなりここは距離取らず自分のパンチから前に出ましたね、はい、これシフトチェンジしてきたということになりそうですね、はい、右のストレート、まあ、ガラリとこうやって戦い方を変えられると、まあ、松倉選手としてはちょっとリズムも狂ったりしますからね。そうでしょうね、はい、ただあの松倉選手あの1回戦でも使ったんですけど、あの三日月蹴りみたいなの前蹴りはいいですね、はいはいはい、あの足の裏の部分を使ってくる、そうですね、はい、そこをひねってねじ込むような蹴り、ボディへ突き刺してきます。さらに右のロー、それから左のインロー、パンチへつなげていきます。松倉の戦いぶりもこれもう一つ信念がもう一本通っているのが分かりますね。ずっと
とこう足を使って距離取られているので、まあ、どんどん圧力かけてその間合いを潰して、はい、まあ、自分の得意な、まあ、松倉選手やっぱり近い距離のパンチと膝蹴りがうまいので、まあ、そこまで持っていきたいところでしょうね。そうですね。なんといっても1991年11月生まれ、19歳、あのフロリダ州マイアミ出身だという異色な経歴もありますよね。そうですね。パンツにもあの日本の国旗とアメリカの国旗両方入ってますよね。そして思い切りの良さ、今潜るようにして左のボディに現れています。ボディフックのキックをつなげる。ガードは高いまま向こう側の松倉、山内が対角線上のコンビネーション、ちょっとずつ山内選手も手数増やしてきましたね。そのようですね。飛び膝を返す山内、もう一発。このあたり意地じゃないですか。そうですね、まあ、あの松倉選手が1回戦で飛び膝で KO、 あ、ダウン取って勝ちましたけど、山内選手も飛び膝得意ですからね。そうですよね、はい、とにかく数々の修羅場をくぐってきました。その数はもう松倉とは桁違い、まさにこれが39戦目。そして松倉の方はまだ6戦目です。左フック、さらに左ハイキック。あ、今山内も変則的な蹴りから飛び膝、さらにローキック。中村さん、このつながりはいいですね、はい、そうですね。あの山内選手は距離取るときは距離取って、まとめるときは攻撃まとめるというふうにこう戦い方にメリハリがあるので、はい、多分自分の中でここは攻め時だっていうのをすごくこう分かって攻めてるような気がしますね。今も距離を取って、はい、その後は飛び込む右のパンチ、これが突破口になってくる。そして足を組み替えます。ここで第2ラウンド終了。ラストラウンドというコール、第3ラウンドです。白いトランクス松倉慎太郎、赤いトランクス山内優太郎。まあ、ここまでそんなに明確な差はないので、このラウンド取った方が、はい、まあ、勝ちにつながると思うんで、ここは両お互いガンガンいくでしょうね。松倉が今それを出しましたね、はい、全身全身パンチのラッシュ。お、ここもフェイント気味に山内入ってくる。まあ、今のも右のローを蹴っといて、その右ローをフェイントにした左の膝なんで、はい、うまいですね。いや、もう山内のテクニックの一語では語り尽くせない、はい、そんな戦法があります。しかし勢い、パワー、フルスイングで松倉ともに、いや、右の打ち合いです。これ何かもう一つスイングしているようですね、はい、そして今度はステップを使う山内。ただこのガードを互い上げて頭つけるような展開になると、松倉選手のパンチ、特にあの顔面とボディの打ち分けがすごくうまいので、これはそうですね、ここですね、はい、はい、膝を織り交ぜてくるのが山内。まさにあの 山本優也戦ですね、はい、松倉がその接近戦新庄としているところを見せました。ローの打ち合い、この奥足のローはちょっと効いたんじゃないですか今。いや、これいい意味でいやらしさを感じさせる、はい、山内右ハイ返しますけれども、これ中村さん、手数でも山内ですか、はい、そうですね、まあ、ただやっぱりこの松倉選手 この馬力がやっぱりすごいですね。ここですね、はい、圧力で返す松倉、そしてタフですね、はい、ここも体重移動、崩しを使ってきます。顔面を膨張させて松倉、間もなく残り1分になろうとしています。左インロー山内、さらに右アッパー、技の引き出し、先頭の豊富さを見せる山内、まあ、右ストレート松倉、本当細かくあの山内選手がテクニックで崩すんですけど、それをやっぱ松倉選手が押し切ろうとしてますよね。違う武器を見せてきますね、はい、いや、まだ全く分かりません。左膝、いや、山内も今もう自らを鼓舞するように声を上げて前進前進、まあ、あの奥足のローで動きが止まったり下がれば山内選手のペースになるんですけど、ここで松倉選手が下がらないんですよね。そうなんですね、はい、このプレッシャー山内も強力だと感じているかもしれません。そして顎への蹴り、顎への膝、山内、うん、逆にあの奥足のローに松倉選手パンチも合わせてるんで、はい、
そうですね、それぞれの技にお互いカウンターがあります。右フックローキックへはアッパー、松倉返す、突き放す山内、ほとんどゴングも聞こえないような場内、勝敗は判定によって決まります。いや中村さん、はい、これ打ち合いはもう火の出るようなという表現ぴったり。そうですね、まあ真っ向勝負っていう感じじゃなかったんですけど、やっぱり相手の武器に対して自分の武器をぶつけて、まあ、一歩も引かない攻防でしたね。いやそうですね。さあジャッジはどう見たのか。ジャッジ久保建英、29対29ドロー。1人目ドロー。ジャッジ久保建英、30対30ドロー。ジャッジ久保建英、2人目3人目は30対30、0対0です。延長でどんな武器を繰り出してくるのか、出すことができるのか。こちら山内、さあ左側白いトランクスが松倉です。フラッシュアンダー 70kg 初代王座決定トーナメント準決勝第1試合、さあ松倉が無尽蔵のスタミナに物を言わせてパンチラッシュ、蹴りで返していくのは赤いトランクス山内、飛び膝、あのパンチでまた押した後に前蹴りで突き放すと、また松川選手がそこから自分の距離で戦いますからね。ここ今詰めてきましたね、はい、前蹴り、さらにこれですね、奥足への左ロー、もう一発パンチで松倉が出てくる。でもちょっとこれ足が松倉そろってしまうような形、ね、はい、ちょっと体と上半身だけが前に流れてるような感じもしますね。やや苦しくなりましたか、はい、いやそして第1ラウンドは探っていたという山内だったんですけれども、もともとスロースターターだという側面もあるんですよね、はい、そうですね、まあ、逆にまあ4ラウンドこういう持たれた展開になれば山内選手の方が、はい、まあ、自分の方がこう強いっていう、まあ、自信 とプライドもあると思うので、はいはいはい、あの全日本キックボクシング時代から5ラウンドマッチはもう手慣れたものですよね、はい、それに近い延長ラウンド第4ラウンド目ということになります。まもなく半分、ここまでの展開、間合いなどは中村さんいかがですか。やっぱり距離をうまく潰して松倉選手がどんどんパンチの手数を増やしてるんですけど、はい、山内選手の方がいろいろと技が多彩ですよね。ローを蹴ったり膝蹴ったり、その圧力に下がりながらも自分の攻撃を返しているというか、はいはい、ここですよね、はい、松倉が出てくるところ、ワン、ツー、スリー、今マウスピースが飛びかけましたけど踏ん張りましたね、松倉の方ですね、はい、松倉の口の中には今マウスピースはありません。こうして前に出てくるところ、はい、ちょっと松倉選手がパンチ一辺倒になっているのは気になりますね。そこですね、はい、それも山内には見えていますよね。今も足を組み替えて位置を変える、左ハイキック、踏ん張りを効かせて山内、あの横蹴りのような体勢、はい、あれも得意技です。そうですね、ただやっぱ松川選手のこの圧力、あと手数とこの打たれ強さは脅威ですね、はい、そしてまだ一撃があります、はい、膝と見せてパンチは山内、残り20秒を切りました。決勝進出は松倉か山内か、山内膝、あ連打されましたね、今の左の膝、最後にいわゆるまとめるということになるのか、山内右膝、鼻血を滴らせて松倉、さらに膝山内、そしてサイドキック、いや延長ラウンドもこれ見応えたっぷりでしたね。そうですね、まあ、やっぱりあの馬力と手数で押した松倉選手と、それにいろんな技で対抗した山内選手という図式だったんですけど、ええ、まあ、ジャッジがこれどう評価するかですね。そうですね、本戦同様難しかったわけなんですけれども、もうこれで蹴りはつきますからね、はい、ジャッジ1票10対9赤山内、山内1票、ジャッジ1票10対9、青松倉、松倉返す、さあ3人目、
ジャッジ豊田が10対9です。2対1割れました。